こんにちは、ミリチャムです。はい、どうも、キリプです。ミラミラしちゃったアイミラです。おはりがどうも、ハリです。どうも、ジュライです。はい、ジュライです。こうだっけ。あ、こっちか。こうかはい、ということで今回は悪い顔選手権をしたいと思います。ついに、はい、今人気の流行ってますね。よく見るね。この間このメンツで悪い顔を撮影したんですけど、まあみんな見てないですよね、うん、完成したのは。そうだね。ただキレは一発撮り OK だった。かなりうまかったからね。ほんとに丸みたいな。こっちから見て丸普段通り的な、まあ、普段通りなのか分かんないけど、かなり悪いね。かなり悪いね。しかもいいね、本当に悪いよって。で、嬉しいか分かんない。振られてんの、振られてんの。自分たちで罪も決めるんですよね。なんか見ながら、こういう犯罪してそうな顔してんなみたいな。悪いんだよこの企画って。その人のイメージが良くないから。あ、間違いない。あの、本当罪とか関係なく、うん、うちらが知ってる罪状の中で当てはまりそうなのこれじゃないって当てていくだけだから、はいはい、あんまそんな深く考えないでほしい。ただただ楽しんでみてください。はい、ってな感じで、はい、早速一人ずつ見ていこう。はいはい、はい、誰だろう。誰だ。あたしだ。悪い。そんなんじゃない。でも、でも結構歩き方いつものメリアじゃない。なんかやさぐれてない。かなりかなり目つきが。なんか浮気された。イライラしてるね、かなり。喧嘩、彼氏と喧嘩中出てきた。なるほどね、わかるわかる。カレーでそこまでじゃないですか。子供が鬱陶しくてイライラしすぎて出てきたみたいな。あーとか言っちゃった。お母さんってこと。育児放棄ってことなんかその方がしっくりくる。子供いてホスト行きますね。あー、ホストさっしゃう系ね。そっちだね、これは。確かにそっちだわ。何これ。育児放棄、まあ、デリヘル飛ばされ、それを全部ホスト流しみたいな感じ。あで、これ生理痛ひどすぎて超イライラしてた。あ、確かになんかね、顔の血色悪かったもん。本当にイライラしてた。マジで無理、早くして、マジでみたいな感じで、すいません。ドキドキするんだけど、これかなりキモいな、なんか盗撮。だって携帯持ってるから盗撮した。なんか気持ち悪いな。これ、女見てるな、これね、ストーカーしそう。どいつに声かけようかみたいな。うわ今のはかなりキモかったよ。乗っかけてる、乗っかけてる、乗っかけてる。覗き込んじゃったよ。女系じゃない。そうですね、女を探してるみたいな。いや、絶対生足の女の子目で追ってたでしょ。ストーカーしそう、マジで。この女いけるわみたいな。ストーカーするって強姦。強姦。その女選んでたみたいな。あー、なるほどね。強姦やな。次はかなりおもろいな。違う、落ちた。これ伝説のシーン。伝説だよ。あー、猫持ちだもん。イライラしてる。なんかな、喧嘩だ、これ喧嘩の後だ、今。いや、なんか、いやなんかあの取引っぽい。そうですよね、めっちゃ。あー、取引っぽい。あー、これリアルラインしてます。あー、この周り気にしてる感じ。なんかのやりとり、あー、薬もらう感じだ。買いましょう、じゃあ。取引じゃない。そみたいな感じ。そっちか。今どこみたいな。かも、ほんと詐欺の片棒をガンガンやっちゃってます。何詐欺がいいと。なんだろう、何詐欺。でもお金系の雰囲気。うさぎだよ、ふざけんな。どういう意味だよ。牛島くんに憧れて金貸し。金貸し。ああ、それだね。それでいこう。それで。はい。詐欺師ということで。ここら辺来るよね。ね、おはりゅう。
でもアイメロだな、アイメロ爆笑するな。アイメロだ。あ、来た。服どうしたの、何やったのこれ、あの、ね、めっちゃ面白いじゃん。ふてくされてる。悪くない、なんか歩き方。ゴミ何した、なんか取ったね。あ、ゴミ捨てたの。いや、あ、これ薬取ったね。なんかファンの人出待ちしてる女の子みたいと思って、あ、逆そっち系っぽいなと思った。追っかけのストーカーとか、推しのゴミ持ち去ったとか。ああ、それはあります。あ、それ。それはあります。それで、じゃあメロチの好きなアイドルかなんかの自宅を特定してゴミを漁ってしまった。やばい。ラストラストにふさわしくないでしょこれ。食べきればいいって。おお。何やってんの。笑ってんじゃん。え、何これ。え、なんかめっちゃいいことでもあった。強制でバカ勝ったやつみたいになってる。こいつめっちゃキャンパーシング勝ったじゃん。なんでこんな笑ってんの。ただのいいやつじゃない。ただのいいやつ。まマジで分かんない。なんかやばいことした後じゃない？分かった。家に女の子監禁してて、そこの家に帰る途中。ああ。で、ニヤついてる。そう。俺もやばい。そうだよ今。確かに。ああ。監禁中だ。監禁中だ。そうだよ。見えますね。そう言われてなんかもう一回見てみたいかもしれない。確かに。もう一回。どうする、誰が一番悪いか分かんなくなっちゃったけど、いや、ミナサギちゃん多分一番悪いの。いや、合格。合格。罪としては悪いけどね。顔顔が悪いのはハリー。いやいや、顔一番ポップでしょ。じゃ逆に怖いんだ、あれが。あれチャリ来たら俺避けるもんね、普通に。結構なんかやばい罪じゃん。逆にどれが一番罪重いんだろうね。強姦やばいけど、最悪じゃんっていうか、幼女監禁状態。え、これじゃね。え、なんだなんだ、監禁側やばい。あの笑いの笑みは多分初犯じゃねえ。いや、間違いない。何人目だろう。え、それ最後どうすんの、監禁して返すの。ねえ、ねえ、まだ止まってない。鳥じゃねえんだからさ。数年育てた小石マウスじゃないの。あの笑い深。はい、ということで、罪の重さでやったらわけわかんなくなっちゃいそうで、はい、殺人とかが結局なかったから、うん、悪い顔選手権なんで、あくまで。そうですね、一番悪いなと思って、こいつ一番やばそうと思ったやつに指さして、せーのドンって感じで、はい、それが悪い顔選手権ナンバーワンという、はい、はい、いいですね。はいはい、ということで皆さん決まりました。はい、決まりました。いきますよ、せーのドン。それ俺や、ハリュー。ハリューですね。おめでとうございます。嬉しくないな、これ。あれは悪いよ。悪いよ。違うかもしれないけど、悪い。え、全然違うっすよね、マジで。笑ってるもんな。だって、いざニュースで流れたらさ、まあ、綺麗とかさ、みたいなのは、なんか見慣れちゃった感あるじゃん、多分世間からしたら。うん、あ、悪い顔してるもんな、やっちゃいそうな顔してんな、ぐらいで流せるじゃん。ハリューに関して意味わかんないからさ。めっちゃ笑ってる。こいつやべえってなる。どういうことなんだよ、マジで。マジで。最悪。こいつは刑務所から出したらいかん。確かに。共犯じゃないですか。いずれか友達になるよ。なるかもしれない。いずれか仲良くなる、たぶんね。なるな、あーなるな、やばくない。いや、面白いわ、めっちゃ楽しそう。じゃ、違うメンツで第2弾やってほしいです、私は。やりたい、やりたい、見たい。モニタリング側でいい。モニタリング側でかなり見たいよ。なんかうちらはもう出し切っちゃったから、次やったとしても多分同じのしか出ないから。コメント欄でね、あの、こういう罪っぽい感じの雰囲気の顔をしてくださいみたいなのやってもらえれば一番助かります。はい、ということで今回も見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。